ベルベデーレ宮殿地図ベルベデーレ宮殿とは、オーストリアのウィーンにある、バロック建築の宮殿。ベルベデーレは美しい眺めの意味。ベルベデーレ宮殿家具元々、ハプスブルク家に仕えたプリンツオイゲンが、当時の代表的な建築家である、ヨーハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントに、夏の理宮として作らせたものである。1714から1716年にかけて、下宮、 1720から1723年にかけて迎賓館である上宮が建設された。プリンツオイゲンの死後1752年にハプスブルク家のマリア・テレジアに売却された。ナポレオン失脚後のウィーン会議の際には華やかな共演の場となった。第二次世界大戦後の1955年には連合国との間でオーストリア国家条約が調印された。現在は 美術館になっている。広大な敷地の南側にある上宮は、オーストリアギャラリーで19世紀以降のオーストリア絵画を展示し、特に世紀末美術のコレクションが充実している。美術史美術館に次ぎ、オーストリアで2番目に大きな美術館である。上宮からウィーン市街を眺望できる。庭園を挟んで北側の下宮は中世とバロック美術館である。 オーストリアの20センというロ行家の裏面には、門越しに見た宮殿が掘られている。また、上部宮殿の東側の脇にある平屋建ての建物は、もともとは宮殿職員用の住居であったが、作曲家ブルックナーが晩年を過ごした邸宅として知られる。壁に記念碑があるが、内部は公開されていない。上部宮殿側の入り口脇には、ウィーン大学植物園がある。 ありがとうございます。